今ですね、タイのバンコクにいます。バンコクの今どこにいるかというとですね、 BTS のプロンポン駅の近くにあるエンポリアムデパートというデパートにいます。でここ主に日本人 の、 駐在員の人が、ね、よくご利用するところなんですけど、もしくはタイのね、結構お金がある人々結構利用するところです。今来てるんですけど、ジャパン祭りということです。エンポリアム日本祭りということで、2月の11日から20日までやってるんです。日本をテーマにしてます。でタイという国は日本が大好きですからね、親日国なんでね、このように、ね、日本をテーマにしてるところです。でこういうふうにね、日本から輸入したものね、団子とか和菓子、ね、こんな感じになります。あ、俺ヤッサーチだ、ヤッサーチも来てる。大福、チゴ大福、クレープ、たい焼きやりました、たい焼き、すごい、おにぎり、結構人がね来てますね。日本食好きなんでね、感じの人は。こう見るとね、梅干しがあったりとかします。めんつゆ、切り餅、あとはドレッシング、醤油ね、キコマン有名ですからね。オイガスを、まあ日本食普通のスーパーでもね結構買えるんですけどね、こちらで現地生産してるやつとかあったりするんで、ニコニコ海苔、クッキーですね、森永、ね、森永製菓が出してる、森永のチョコレート、あ、タイチュー、あとね、野菜ね、日本から持ってきてね、北斗とかのこれ見てくださいね、しめじ、うん、さつまいもの木、こんな感じで人々がね、日本食に関して感謝を持って見てます。いちご、煮巻きいちご、タイで作ってるいちごですね、うん、あとここ見ると漬物ですね、漬物、うん、これ試食できるんでね、試食してどれがいいか、ね、楽しんで、で選んで買う感じです。すごいですね。